こんにちは、速稼塾の久保です。令和2年の東京都、これは散々だったんじゃないかなと思いますよね。私もね、東京に行く機会を失ってね、特に秋口は寅さんサミットって言ってね、男はつらいよの、柴又葛飾に毎年行っていたんですけども、今年はまあそれもね、ままならないまんま、ちょっとこう機会を失ったわけなんですけども、今ね、東京都の方では、都知事選以降、小池都知事がね、毎日のように顔を出されてるわけなんですけども、結局小池さん何やったんですかということがね、私は言いたいんですよね。小池さんのやったことっていうのは、毎日テレビに出て、憧れだった芸能人みたいなね、素敵な服を着て皆さんの前で、フリップ出して言いたいこと言ったのかなと思いますけども、実質的に東京都民の暮らしって何か救われてるんですかね。飲食店さんとか店舗さんや中小企業の方が苦しんでるだけで、十分な保証もなく、涼しい顔でね、小池都知事はいろんなこと言ってますけども、都民は苦しんでますよ。その東京都民のおかげで今の地位にいるわけですから、最大の、都民への奉仕者として、その職責を全うしてほしいなと私は思いますけどもね。画面を切り替えていきましょうか。こういうふうに出てますよね。日経デジタルかな？違う。読売新聞オンラインだ。小池都知事、年末年始の楽しみ、今回は諦めてと言いますよね。それはね、ぜひね、自民党の閣僚の方に言ってほしいし、芸能人の方に言ってください。杉良太郎さんとかね、みのもんたさんとかね、王貞治さんに言ってください。今年は諦めてくださいと。あなたたちの命を守るために、若い人を中心に都民は我慢してますよと、恥を知りなさいとまで言ってくれとは言いませんけどもね。小池都知事もいい年なんで、そろそろ引退を考えた方がいいと思います。若い方にね、都政を任した方がいいんじゃないですかね。なんか随分長い間、東京都っていうのは、僕はご老人が動かしてきたんですよね。小池さんもこう見えておばあちゃんですからね。新型コロナウイルスの感染拡大が続く東京都の小池百合子知事は、これね、新型コロナウイルスの感染拡大が続くのは一体ね、誰のせいなんだってことなんですよ。もちろんウイルスのことですから、何ともしがたいものはあると思いますけども、小池都知事の、統治がね、曖昧だったからこういうことになったんじゃないかなと、責任を痛感してもらいたいなと私思いますよね。いつも比較しちゃうのは、これがね、山本太郎さんだったらどうしたかなと。国民の皆様の、外出自粛を呼びかけて、そこにちゃんとしたね、自粛に対する保証を出して、動かないでいい人は動かなくてもいいようにして、国民の生活をまず底上げする、守っていくってことをやってくれたんじゃないかなと思うんですよ。そして都債の発行15兆円が実現したら、この緊縮財政の、間違いっていうのが、より深く多くの地方自治体の方にね、分かっていただけたと思うんで、地方債が乱発されたと思うんですよ。それは一時的にはね、財政出動が拡大すると思いますけども、だってそれだけの需要が失われてるわけですから、やっぱ GDP 維持の面でもね、やっぱやるべきだと思うんですよ。だからこう、コマゴの時代に、なんですかね、借金を先送りするんですかっていう意見もありますけども、そもそもそういう立て付けじゃないですからね。で、ここに書いてます。都内の医療体制は破綻の危機に瀕すると書いてますけども、これも小池都知事の東京のこういった医療関係への意識が低かったからじゃないですかね。オリンピックなんて即中止して、全てのリソースを国民の健康に振り向けるべきだったんじゃないですか。それはね、健康が維持できない時に何が東京オリンピックだよって話ですよ。こういうふうなね、こともこう書いてますけども、新型コロナ患者用の病床4000床が2週間以内に埋まる可能性が指摘されてありますけども、こんなのね、もっと早くからやるべきものじゃないですかね。だからね、やることが遅いし、しょぼいし、せこい。この三拍子じゃないですか。こう書いてます。小池知事はまた、菅首相と電話で会談し、緊急事態宣言の、出動を避けるため、都民への呼びかけを強めることなどを報告したと明らかにしたというけど、小池都知事ね、都民は黙らせるんで大丈夫ですよっていうふうに菅総理に言っちゃダメですよ。そうじゃないと。国に、都民にこれだけね、我慢させたんだから、なんか保証を国の方から出してくださいっていうふうに、やっぱこう、突っ込んでくんないと。まさにね、上に強くて、下に弱い、そういうふうな中間管理職を演じてほしいですね。
結局都民には我慢させるんで、菅総理、まあ私だけ助けてくださいよみたいなことになったんじゃないですか。罰則規定なの盛り込むと、罰則はお前だって感じなんですよ。罰則はお前、もう小池都知事が罰せられるもうべきでしょ。これは何ね、あの都民にばっかり付け払わされてんだってことですよ、というふうに私は思っちゃうんですけどもね。だから国民にいろいろと求めすぎですよ。国民は国民同士で力を合わせてやってるのに、その上ね、こういうふうな、地方自治体から頭を押さえつけられたら、それこそ暴動に発展するんじゃないですか。これはあまりにもひどいですよ。これは小池都知事はちょっと都知事をね、早く辞めた方がいいですよ。これは私はね、ちょっと東京都民じゃないんですけども、東京が哀れでならないと感じますけどもね。東京都にお住まいの方、これでよろしかったんでしょうか。はい、私はね、とてもじゃないけどこんな東京には行きたくないし住みたくないと思っちゃうんですけどもね。皆さんのお考えいかがでしょうか。それでは失礼します。